グリッドマンユニバースメガネと見てきたわいや良かったわ猫は映画館に入れなかったにゃ特撮グリッドマンは見てないアニメグリッドマンは見た記憶をぼろげダイナゼノンは見たけど頭に入ってないという状況で見てきたわ文字にするとかなり雑な視聴態度ね特撮やスピンオフも抑えてないしじゃあ感想戦いくわよグリッドマンとダイナゼノンのネタバレありユニバースはなるべくネタバレしないけど初見の印象大事だからこの動画のここから先は 映画を見てからの方がいいと思うわ。あと最後にごっついネタバレぶっこむので、未見の人はそこだけは避けてにゃ。ざっくり感想。まず映画館で見るべき映画だと思ったわ。巨大怪獣ものは大画面と低音が響く、環境で見るのがベストよ。特にグリッドマンリームとそのヒット音は劇場スピーカーじゃないと。 迫力でなないいんじゃないかしら絵や動きのクオリティは高いけどテレビシリーズの時点でクオリティが高かったので映画ならではあってほどの高さではないかも雑踏とかモブとかは結構動かないわそんなとこよりアクションと細かい芝居にこすと全振りねそんなところは気にしてなかったわでもひたすら丁寧な演出と演技はかなりグッとくるわ部長が目海外に言及するのはなかなかのものねお話は運、うん、お話はお話はないわけじゃないけどあって泣きがごとしね というか、調べて分かったのだけど、特撮のグリッドマンやミュージックビデオ、海外版の特撮グリッドマン、それらを合わせて物語が多重化するように作られてるのね。でも、それを全部追わなくても、分かる人には分かるよね。分からなくても、楽しめるよ、とい体裁にまとめてあるみたい。そんなものよりも、物語の断片というか、心象風景の断片というか、青春の記憶の位置カットというか、そういう断片を、それぞれ、 ものすごくうまいカットでつなぎ合わせて視聴者の記憶と感情をくすぐる感じねわかるテレビシリーズの頃から何話もかけて映像的な複製を貼ってたりとにかくそういうところ丁寧よね気づけてないところいっぱいあると思うわそのくすぐりの巧みさドメインコンテンツな気はするわすごく感情を揺さぶられるのだけどなんで揺れてるのかは言語化難しいのよね多重的に仕掛けてあるから映像作品としては物語のギミックや種明かしの説明よりも 感情を伝えることに、ええと抑えている感じよね。確かに、感情はすごく揺さぶるけど、お話のギミックはそんなに説明しないわね。全部説明しちゃうと興ざめだから、そこは説明しない。というのは、最近多い作劇よね。エヴァとかめちゃめちゃとか。なるほど。でもほとんどギミックの種明かしはされたと思うし、しかもお話として大きなギミックと並走して、青春成長者としての物語が動いて、それがわかりやすく決着がついていくので、視聴後の感想が、 爽やかでモヤモヤしないのねむしろ当人たちにとっては最大の問題解決ほんと黒ロの手際だなと感心するわちょっと大ヒットしてほしい良い出来だわ同時期に対策が多くて集客大丈夫なのかしらね部長から見たグリッドマンバトルシーンはこのアングルでこの動きこういうバトルが見たかったってのが多くて素敵よ日常シーンはとにかく抑えた演技の絵と声がないはずのリアリティを発生させるわいわゆるアニメ的な可愛いキャラクターが コントロールされたレイアウトの中で、抑圧的に演技をし、アニメキャラクターとしては、かなり生っぽいセリフが用意され、アニメキャラとしては、極端に抑えた、声が当てられる、学園生活、文化才能枯れた空気、男女の距離感、私、可愛い系キャラ苦手なのだけども。そうよね、部長は小林本富とか、池上良一みたいな絵が好きよね。グリッドマンのキャラクターデザインは、みに線を減らし、女子の美体を強調しすぎず、それでも、 えらり抜かれた線で魅力を伝えるそれがおさえた絵の演技声の演技ととんでもなくマッチしてて非常に魅力的なシーンが作られてるわ部長がキャラを見てるの珍しいわねあのシンプルに記号化された太もも膝頭ふくらはぎは国宝級にゃブリットマンやそのほかメカは自分にはちょっと線が多すぎて素直に好きというデザインではないのだけどこれも見せ方が半端なく前は劇中とてもかっこよく見える。 こんなにごちゃごちゃしてるのに、画面内で何が起こっているのかが、混乱しにくいわ。ちょっと合体変形でガチャガチャした時に、一瞬、えーとこれ誰だっけ、という感じになったけど。それは、部長の予習が足りない。そういえば、気になるといえば、お話自体が、メタメタにメタな話なので、位置関係、距離関係、時間、人の生死に至るまで、割と曖昧もこね、とんでもない大破壊の中、その被害の規模や、今日はふわっとしてるから。 そもそもあの世界が現実世界ではないからねメガネから見たグリッドマン何がいいってやはり人間関係の描写が最高よキャラクターや人間関係は仮価値はされたものですごくリアルってものではなかったけど部長の言う通りあの抑さえた演技演出セリフ選びで相乗効果でものすごくくる距離感よね選び抜かれた生っぽいセリフに贅沢に使われた的への演技抑えた声の演技心地よいわ 出てくる人間ほとんどが欠点抱えてるから非常にわかりやすいわこの辺はハリウッド映画とかのメソッドよね問題を抱えさせておいて解決する人数分だけやるみたいなただ個人的には全体的に尺が長めに感じたわ私部長ほどセッタチじゃないけど全体的にシャとを取る演出が多い気がしたのバトルも人間ドラマもそうね人間ドラマは話しかけた人に対して答えるまでの間とかが重要なのでわかるのだけどバトルシーンは。 全バトルユニット登場全員に見せ場を問い作るよねファンにはたまらないはずだから次々出てくるメカに思い入れがあるとこれも出たあれも出たイヤホーイという気分で見れると思うけど思い入れ薄いとちょっとガチャガチャしてて同じようなことが繰り返されてだるく感じるかも私はキャラにした興味ないから戦闘シーン長いなと思ったけどまさか部長が思ってるとはほとんど不満はないのだけどね人間ドラマシーンはひたすら <laughs> 各キャラクターの抱えていた問題を丁寧にに解決していくので自分には最高だったわメガネ好きそうよねあんまり詳しくないのだけどこの構成は映画版を念頭にダイナゼノンが設計されていたように見えるわ部長の言う通りメタメタにメタだけどグリッドマンって現実世界と創作世界をメタに扱うし作り手と創造された世界も並列その上でお話の構造としてグリッドマンの続編を作るにあたって映画で決着をつけるためにダイナゼノンが設計されている気がする ダイナゼノン、映画がないと終わりきれないというか、グリッドマンの世界にケリをつけるのはこのグリッドマンユニバースだと思ったわグリッドマン一番のモヤモヤユータの扱いがここで決着がつくしきついネタバレ注意テレビ版、アカの世界とダイナゼノンの世界がすごく似ているけど別の世界として描かれていてあの世界は何か謎だったのだけどその理由が映画でクリアになったわねあれはやっぱりそういう解釈よね グリットマン本人が多重世界を量産してしまったと言ってたからダイナ・ゼノン世界はグリットマン世界であるとグリットマンが増産してしまった世界よねグリットマンが多重世界を量産してしまったそれがユニバース化でその世界にはダイナ・ゼノン世界以外にも実写アメリカ版実写スキオフ各種べてが含まれるなんというかグリットマンに関係するものすべてを救う話よねターンエイグリットマン映画エヴァンゲリオンが実写パートを入れて 視聴者に冷水ぶっかけたりしたけど。グリッドマンの実写パートは視聴者に向けて肯定的なのよね。というか、グリッドマンユニバースは全てに対して肯定的な映画よね。ガンマが救済され。キメトの賞味期限ね。アンチとあのシラスがナイト、二代目と同期され。同期されるまでは別個体なのよね。アンチ、ナイトが救済され。アカネとナイトの関係が清算され。それによって双方が救済され。アカネとリッカの関係が再確認され。テレビ版では。 本人ではなかったユータが本人としてヒーローとなりそのことによってグリットマンが救済されグリットマンは罪の意識を持っていたけどユータは罪の意識は不良というムーブさらには物理的にも救うとさらにはそういった虚構を信じる視聴者が肯定され甘ったるいほどに肯定された世界娯楽映画はそれでよいというジャッジ映画の作り方としてこんなにファンに向けた映画はめったにないわああなるほどキャラクターの問題はほぼ救済される上に。 制作者と者と視聴もなのねうつみですら救済されてるからね救われてたっけアレクシスもねああちょっと前に「エヴァンゲリオン」が何十年か越しに全てを救済して終わったけどグリッドマンも実写特撮からここまで全てフォーカスして救済してるのねアニメに実写差し込むとかめたいことされると現実に戻されて冷めちゃうのだけどグリッドマンは大元が実写だからまともに向き合うとああなるのもし方がないのよねなんか 戦闘シーンのアンブルばかり気にしていた私には見えてなかった情報だわその上で賞味期限が大事とチクリと視聴者にタイミングを逃がすなとメッセージが入ってるわガーマと姫立花とユータそして視聴者にもということかしらじゃないのかなとていててててな、なにメガネのつくみメカブチャンネル<や>そんなわけでメカブではブリットマンを超応援していますちょっとでも興味を持ったら ぜひ映画館へ見に行ってね今回はメガネの話聞けてよかったわグリットマンは私にはハードル高いのよお話のキーが恋愛感情なのでロジックで理解はできても腹落ちしにくいわでもグリットマンは特撮からのネタも多いから全然勘違いしてるかもさすがに今から古いの全部や月を不全部を抑えるのは無理ねそういうのは全部知らなくても青春劇として決着つくように作ってあるのが気が利いているわよね映画館には入れなかったにゃ 君を退屈から救いに来たんだアレクシスすら救われたわけねいい映画よねファンが見たいもの全部っこみこういうネタバレあり動画ってネタ知ってる人しか見ないから再生数回らないのよねやりたいことをやりたいようにやらないと動画制作なんて続かないわ仕事じゃないのよ確かにキャラ話できてスッキリしたわグリッドマンキャラはみんな誠実でダメ人間いないのが残念だけどメガネの編集が間に合わない可能性上昇中 運が良かったらまた明日